lot of mail. キャサリンは絶対浮気なんてしないだろう。お前が信じなくてどうすんだよ。100% 信用できるとは限らないし、そもそも自分のこと棚上げしすぎだろう。でもさ、なら別れれば。え？お前は浮気してる一方で彼女の潔白は信じられないなら他にね。静かに切れるのやめろよ、ジョニー。別に悪い、ちょっと疲れてんだ。ついに俺、昨日母さんにエリカさんの話したんすよ。え？なんて？え？いい人見つけたって。ああ、そうなんだ。まあ、ほどほどにだ。うっす。You got a mail. あの男が言ってた、キャサリンがあの子じゃないって。どういうことだ？もらうと幸せになれるメールか。エリカとか昔からそういう噂よだれ出るほど好きだったよな。特に恋愛関係のな。成功率はあれだったけど、ほらあいつ恋愛に傷ついて失踪してたことあったじゃん。ええ、なんすかその話。懐かしいな。エリカ死亡説まで流れたのにひょっこり戻ってきたよな。エリカさんにそんなことがあったなんて知らなかったっす。でも辛い過去は全部俺が埋めてみせますから。でも辛い過去は全部俺が埋めてみせますから。ちょ、俺は真剣なんすから、バカにしないでくださいよ。ヴィンセント、今だけは自由な時間だぜ。すいません、トイレ行ってくっす。
トビーって一人前に働けてんのか。ああ、バイクのカスタムぐらいならあいつ一人に任せてるよ。つーか、バイクよりまずは女にまたがらせねえとダメだろ。真面目な話、誰かいい子がいたら紹介してやりたいんだけどな。エリカ以外で。トビーやめえな、たまには俺たちも甘やかせよ。バーカ。あの時好きって言ったよな。あれって可愛いものが好きとかそういうのだよな。突然ですが、グラスの空いたあなたにカクテルの豆知識を一つ。食前酒によく飲まれるワインを使ったカクテルキール、白ワインにカシスリキュールを加えたもので、とても飲みやすいカクテルです。この白ワインをシャンパンに変えると、キールロワイヤルで王様に。シャンパンにキーチゴリキュールを入れると、キールインペリアルで皇帝になるんですって。食事が運ばれるまでの待ち時間にさりげなく披露してみてはいかがでしょう。以上、今夜のカクテル豆知識でした。もうからか。おい、エリカ、注文。オーダー決まった。ビールで。日本酒頼む。俺ビールっす。ビール。オッケー、待ってて。はい、どうぞ。ね、エリカさん、エリカさん、あの、この中で結婚するとしたら誰がいいっすか。そうだな、一番大事にしてくれそうだったのはヴィンセントなんだけどね。過去形で語るな。オーランドもジョニーも私を全然愛してくれない気がするし。はい、正解。というと、トビーかな。元気ありそうだし、可愛いし。マジっすか。はいはい、おめでとうさん。羨ましいっすか。全然。だって浮気のこと隠してるんだ。疑う資格なんてないよな。なんか疲れるな。幸福のピアノか。この最悪な気分を吹き飛ばしてほしいぜ。エリカさん、電話か。あの子からか。ヴィンセント？あ、どうかした？別にどうもしないけど、昼間の話さ、私を狙ってるやつがいるかもとか、やっぱちょっと怖いじゃん。いや大丈夫だって。そうかもってだけだし。あのさ、ヴィンセント、キャサリンって誰？え？突然どうしたの？自分の名前でしょ？それって。昼間の話、なんか変じゃなかった？確かに変だったかもだけど。キャサリンって誰よ？いや、知らないよ。いや、だってキャサリンは君でしょ？そういうことにしとこうかな。だってさ、もし嘘つかれてたら私どうするかわかんないし。え？じゃあね、おやすみヴィンセント。好きよ。なんだ？ですが、ジョッキを開けたあなたにビールの豆知識を一つ。ラガーに比べて歴史の古いエールビール、
中世ヨーロッパでは家庭でも作られ、パンと一緒に飲む。中世の頃の水はきれいではなかったため、酒が飲料水代わりだったんですね。気がない一日飲めるという、ある意味酒飲みにはいい時代だったのかもしれません。以上、今夜のビール豆知識でした。もうからか。どうしますか？そうだな。ワインで。日本酒頼む。俺ビールっす。ビール。バッチリ覚えました。はい、どうぞ。あの男が言ってた、キャサリンがあの子じゃないって、どういうことだ。嘘だろ、本部長が死んだとか。やべえよ、俺だって似た夢見てありえねえ。夢？今日も手がかりなしか。昨日はどのくらい眠ったの？3時間。ねえ、体壊してしまうわ。このところ休みも全然取ってないでしょ。あ、そういえばまだご紹介してませんでしたか？こちらダニエルさんとアンナさん。ごめんなさいね、この人ちょっと疲れているみたいで。大丈夫か？あまり眠れていないんですって。仕事より体の方が大事だと思うのだけど。ああ、そうだよな。別に仕事が忙しいわけじゃない。やかましいこと言わないでくれ。じゃあ結婚式の準備に追われてるのね。忙しそうだこと。はあ、結婚すんの？しないわ。You got a mail. リチャード・デイビスさん、30歳。俺より若い。トッド・ボズマンさん、45歳。トッド？まさか、トッドってうちにいらしてたあの。なんと、お見かけしないと思ってたらこんなことに。以上です。第15エリア、ウェザーアナウンスの後は報道特集です。現代の奇跡、美しすぎる記憶喪失のピアニストをお送りします。伝説ね、それが本当なら。こちらのお客様ね、なんと雑誌記者でいらっしゃるんですが、最近とある伝説に夢中のようで。伝説？もともとは例の怪死事件について調べていて。ああ、私ジャスティンと言います。おや、あなたどこかで会いませんでした？そういえば確かどこかで、ああ失礼、伝説の話をしてたんだ。
開始事件を追ううち100年周期で似た事件を見つけました。いずれも大勢の男が死んでいましてね。これ本当です。へえ、100年ごとにこんな事件が。調べていくとどうも奇妙な伝説が伝わっているようでして。伝説って？生き残った男です。生き残った男？ごくごく稀に呪われながらも生き残る男が出るらしいのです。面白い話でしょ。生き残った男は願いが一つ叶うらしい。不老不死でも願ったらまだ生きてるかも。何でも願いが叶うなんて魔法のランプみたいだな。そんなことを調べてるってんなら願いたいこと決まってるとかか。やっぱ不老不死が定番か。え、私なら全く違うものを願いますかね。ふんふん、例えば？過去を変え私を殺してほしいとか。え、あと俺はどうしようかな。女性というのは異性を選ぶお眼鏡にかけては男の火じゃないらしいですよ。何でも匂いで嗅ぎ分けるとか。本当ですかね。実は私匂い立つミドルを実践してたつもりがエリカさんに加齢臭と切り捨てられました。どうでもいいよ。まあとにかくハンターは女性の方らしいっちゅう話ですわ。カンガルーのメスは相方と別のオスを戦わせては取り替える旅を1ヶ月も続けて夫を選ぶとか。夫のあまりの冷やいっぷりに昨日は自然番組で号泣ですよ。あなた何気にうかうかしてられないんじゃない？女性は少しでも上等な獲物を毎日探してるってわけです。はい、うかうかしてるとお隣の獲物に乗り換えられちゃうかもですよ。 You got a mail. キャサリン、懐かしいな。うわ、こんなの人前じゃ見えないだろう。人目がない場所じゃないと開けねえな。次は仕留めるよ。今夜は時計塔が舞台だよ。そんなとこにいないで急ぎなよ。なんだ？キャサリン、懐かしいな。うわ、キャサリン、懐かしいな。
つも弾いてるのってなんて曲なんだ？それがよくわからないんです。ただこの曲のことだけは体が覚えていて、自分にとっても大切な存在なんだと思います。それが記憶をたどる唯一の手がかりってわけか。リン、すっかり店に馴染んだわね。ピアノもぐいっと上手くなったし。そうだな。ねえ、ヴィンセント、選ぶのは自由だけど、相手を傷つけるのだけはダメよ。好きとかそういうのだよな。なんか頭痛いんだよな。ラプンツェルのやりすぎか。知ってる、俺今1位なの。コツ掴んだらグイグイいけたぜ。先輩たちも好きっすね。まだトビーちゃんには面白さが分かんないんだっけ。ちょ、ひでえっす。慣れてくると不思議とやめられないんだよな。ジョニーは最後までやらないと気が済まないたちだからな。誰だってそうだろう。まあな。キャサリンと付き合うまでもすっげえ地道だったもんな。なあ、もういいってそういうの。 You got a mail。 人前じゃ見えないだろう。人目がない場所じゃないと開けねえな。突然ですが、グラスを開けたあなたにワインの豆知識を一つ。ワイングラスをぐるぐる回すあの動作、実はただのカッコつけじゃないんですよ。ワインに空気を含ませて香りを引き出すためのものなんです。味も随分と変わるので、ぜひ一度お試しあれ。飲みすぎて目も回るなんてことにならないようお気をつけて。以上、今夜のワイン豆知識でした。もうからか。まだ飲むの？なあ、日本酒頼む。俺ビールっす。ビール。はい、了解。はい、どうぞ。